と乱れる時、北斗現る。南都政権最強の男がついに動き出した。乱世に野望をかける男たちとの戦いが今始まる。このガキを手土産にすれば俺も聖帝聖騎軍の一員だ。これで何不自由なく暮らせるぜ。アバよ。あ？それをよこせ。ああ、一人だけならやるよ。うん、まあそんな怖い顔すんなって。全部だ。そりゃないぜ。もともとこれは俺のもんだぜ。全部だ。この野郎、死ね。恐れることはない。もう大丈夫だ。ありがとうございます。一つだけ聞きたいことがある。聖帝とは何者だ？聖帝とは、それは聖帝とは、あの世紀末覇者剣王すら戦うのを避けた男。その男の名は聖帝サウザー。自らを真の覇王と名乗る男だ。お前は目が見えぬのか？されど心の目は開いておる。私は南都六聖剣の一人、南都白露剣の主。乱世に散り、己の星の宿命に生きる六聖剣の一人。人は私を盲目の刀匠と呼ぶ。お前もこの乱世に野望をかけるのか？なんと乱れる時、北斗現る。六星が乱れた時から私とお前は戦う運命にあったのだ。俺を倒そうという人間にはすべてこの剣で応えるのみ。ならば応えてもらおう。甘いな。なぜ一撃でとどめを刺さぬ？ならば聞こう。なぜお前の剣には殺気がないのだ？剣、その人と戦っちゃダメ！剣、バット！その人は私たちを助けてくれたのよ！本当だ！その男は悪人じゃねえ！強い。レインが己をかけたのがよくわかる。お前はレイを？私はレイの親友、人生の主。待っていたケンシロウ、
あなたが来るのを。聖帝を倒せる唯一の男、北斗神拳伝承者を。俺はかつてどこかでこの男に。シュ、あなたはかつてその目と引き換えに俺の命を救ってくれた。あの時も。やはり私は間違っていなかったようだ。あなたは私が失った光よりも強く激しく光り始めた。我らのアジトに案内しよう。ついてきてくれ。聖帝について話しておかねばなるまい。なんと六星元の崩壊は妖精ユダの野望で始まったが、妖精を動かしたのはサウザーなのだ。サウザーの星は極星南十字星、またの名を小星帝王の星。帝王の他の五星は小星の衛星に過ぎぬ。ナント政権ではサウザを倒すことはできぬのだ。我々はせめて反旗を翻しゲリラとなって戦うしかない。だがいずれ食料も尽きる。おお、王様帰ったぞ。見ろこれよ。え、パパ何？食料だ。わあ、すっげえ。どうしたのだこれは。聖帝の正体を襲ったら食料調達隊だったのですよ。こんなに食料を持っていました。おい、食え、リョウ。これは。待て、それを食べてはいかん。毒が入っている。聖帝のやり方なのだ。光を失った役立たずのこの目でも涙だけは枯れぬ。シュ、聖帝を倒さねばこの悲劇は永遠に繰り返されるのだ。聖帝サウザー。これから聖帝様がご視察される。道を開けろ。おお、ああ。汚物は消毒だ。土下座しろ。消毒されてえか。お前の言う通りだ。汚物は消毒すべきだな。貴様、消し炭になりてえか。Okay.
もうすぐ聖帝様が通られるぞ。早くその男を片付けろ。ぶっ飛ばされたいみたいだな。おい、でかくなったな、小僧。お前の行進もここで行き止まりだ。ふん、でかい口を聞くようになったな。だが果たしてこの俺を倒すことができるかな。俺は南斗聖剣最強の南斗本王剣を身につけ、そして体に流れるは帝王の血。かかってくるがよい。なぜ構えぬ。俺の鳳凰剣に構えはない。構えとは防御の型。我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。帝王に歯向かう者には死あるのみ。陣中局をついた。飛行の中で最も破壊力を持つ必殺の飛行。お前の命はあと3秒だ。面白い。ならばその3秒数えてやろう。1つ、2つ、3つ。うわぁ。この体に北斗神拳は効かぬ。俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬのだ。